神カンデ模型神カンデはニュートリノを観測するために岐阜県神岡鉱山地下1000メートルに存在した観測装置。神カンデという名称は神岡ヌクレオン理系エクスペリメントに由来する。1996年にスーパー神カンデが稼働したことによりその役目を終えた。跡地にはカムランドが建設され2002年1月23日より稼働を始めている。 神尾缶では、大統一理論の予言する、陽子崩壊を実証するため1983年に、完成した。神尾缶では3000トンの超純水を蓄えたタンクと、その壁面に設置した1000本の光、電子増倍缶からなる。ここで使用された、高電子増倍缶は研究グループと浜松、ホトニクスが新規に共同開発した、口径20インチのものである。ガラスバルブには、 耐水性が高いハリオの耐熱ガラス、ハリオ32が使用された。紙オカンデが地下に設けられたのは、陽子崩壊時に放出されるニュートリノ以外の粒子の影響を避けるためである。ニュートリノは物を貫通する能力が高く、他の物質と反応することなく簡単に地球を抜けていってしまう。しかし、稀に他の物質と衝突することがある。紙オカンデは、 このまれに起こる衝突を検出することで、間接的に陽子崩壊を実証することを目的とした。紙オカンデは、ニュートリノの衝突を検出するため、超純水を使う。紙オカンデの内部には超純水が溜められており、ニュートリノが水の中の電子に衝突した後に、高速で移動する電子より放出されるチレンコ不光は、青白く発光し、壁面に備え付けられた。 光電子増倍患で検出する。チェレンコ不光を検出した光電子増倍患が分かると、計算によりどの方角から来たニュートリノによる反応かが分かる仕組みになっている。1987年2月23日、神を勘ではこの仕組みによって、大マゼラン星雲で起きた超新星爆発で生じたニュートリノを偶発的に世界で初めて検出した。この功績により、 2002年、小柴正都氏は、ノーベル物理学賞を受賞した。その後も、太陽ニュートリノやニュートリノ振動の検出、レプトンフレーバーの保存の破れの研究に活用された。前述した通り、神尾館で建設の当初の目的は、大統一理論の候補の多くが予想する、陽子崩壊を観測することであった。中でも最もシンプルで有力であった、SU 理論が正しければ、 少なくとも、年に数回の陽子崩壊検出が可能なように、さらには外国でも同様の実験が行われていたが、複数予想される崩壊形式の分岐比も測定可能なように設計された。予想される崩壊の中で主なものは、陽電子とパイ中間子への崩壊で、パイ例はすぐに2つの光子に崩壊し、光子はさらに電子等を散乱したりする。 これらの非電子や電子等の発するチェレンコ不幸を観測することにより、陽子崩壊を検出しようとしたのである。SU 理論では、陽子の寿命は1030から1032年と予測されていたが、陽子崩壊は観測されず、陽子の寿命は1034年以上であることが分かった。これにより、SU 理論は否定され、大統一理論に修正を迫ることになった。 修正理論でも寿命は長くなるものの陽子崩壊が予想されているが、実験を受け継いだスーパーカミオカンデにおいて2018年現在でも陽子崩壊は観測されておらず、陽子の寿命は少なくとも1.6034年以上であると見られている。ありがとうございます。